元お父さん。でもお父さんだもん。分かったから早く食べて。もういらない。おはようございます、いらっしゃいませ。おはようございます、いらっしゃいませ。小さな営業所の中で一人頑張ったところで空回りに終わることもある。佐々木様の案件で工務店さんから電話が入ってます。かけ直すって言っといて。あの、それがトラブルみたいです。あの奥様が OK してくださってこれでいいって。こうならないように田口さんの話よく聞いといてね。はい。いいキッチンってのはどんなキッチンなんでしょうね。いいキッチンですか。一緒にお料理できるね。そうできたら最高だね。問題は何もないんですが、ただどういうことでしょうか。七海は私の娘ですが何か。ごめんなさい。一人で飯を食うのはこんなに嫌じゃないのか。女房がいない、主のいないキッチンってのはこんなに寂しいのか痛感しました。